皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、超簡単、釜玉うどんの作り方ね、丸亀製麺さんでね、一躍有名になっちゃいましたよね、釜玉うどん。まあさっぱりですね、おかずがない時とかね、パパッと食いてる時にはもうこれすげえ便利じゃないのみたいなね、うどんと卵ぶっかけりゃ OKOK ベリー OK みたいな感じではないでしょうか。はい、それではね、早速作ってまいりましょう。はい、まずですね、こちらですね、お鍋にお湯沸かして沸騰したらね、3食パックのうどんでいいです。まあ冷凍のね、うどんでもいいです。テーブルマークとかね、結構美味しいですね。まあ元加藤吉さんですよね。加藤吉ちゃん、加藤吉ちゃん、加藤吉ちゃん、食べて美味しい加藤吉のうどんみたいな、そんな宣伝もあったんでしょう。まあ加藤吉さんといえばね、本当にうどんの老舗じゃねえのみたいな感じでね、今はテーブルマークというね、あれになっています。まあ、加藤吉さんというのは先代のね、社長の時の名前で、今新社長ね、息子さんか誰かかな、やってると思うんですが、まあちょっと私もあの先代のね、加藤吉の社長、加藤吉さんの社長さんとね、ちょこっと話す機会とかね、握手する機会とかさ、まあすげえオーラだったねみたいなね、やっぱさすがにこんだけ会社でかくする人はちげえぞみたいなね、まあ握手してすげえオーラを感じた、まあベスト3っていうのが、まあ1位がやっぱあのマクドナルドの社長の藤田伝さんですね。まあすごいね、マークしたけどビリビリ来るでこれこの野郎みたいなね。その次に、まあ加藤吉さんの社長さんもビリビリ来たね。第3位はあの人だったな、あの河野洋平さんか。前の店で働いてる時ね、たまたま会合かなんかで使っていただいて、いやなんか握手求めたわけじゃないですか。やっぱりこう政治家の方っていうのはね、握手求めますね。必ずこう両手で握手みたいなね、それが基本なんでしょうが、私にはよくわかりませんがね。まあ、あの方もかなりのねオーラ出してましたね。まあ、ベスト3というとその3方かな。まあいろいろなね、方と私も握手してまいりましたが、あの人もすごかったな。ワタミフーズの社長のワタミ、何されてたっけ、ちょっと女の、これ漢字だけ見ると女の子なのみたいな名前のね、あの方も結構ねオーラすごかったですね。あとはグルナビの社長か。グルナビの社長ね、グルナビね、急にスコーンと来ちゃいましたけどね。まあ握手した頃はこれからちょっと会社作るんすよみたいな、ね、感じだったんですけどね。まあそんな昔話はよしとしてね、はい、そろそろね、はい、おうどんの方をゆだりましたんでね、これをざるにあげて釜玉うどんですね、作ってまいりたいと思います。それではね、火を止めてざるにあけて丼に入れて釜玉うどんね、行ってまいりましょう。はい、釜玉うどんですね、茹でてね、ざるでお湯を切りました。はい、そうしたらね、ここにね、前回作っただし醤油、もうこれ決めてたね、レンゲ1杯分ぐらいね、パッツリだと、もうちょっといったパッツリだとね、入れてください。はい、そうしたらね、あとはこの辺にカッツンカツだね、もう熱いなね、勘のいい皆様なら、はい、生玉ねぎ入ったよーみたいなね、感じで、あとはね、お好みの薬味ね、わかめ刻みネギとね、そしてだし汁で作ったこの生ふりかけみたいなね、このおかか、まあ、乾燥おかかでもね美味しいけど、こういうのがまたアクセントになってうまいね。はい、こんな感じで、完成となります。それではね、テーブルの方に運んで食してまいりましょう。リージーだね、かなり。速攻。はい、テーブルの方ですね、釜玉うどんですね、運んでまいりました。丼、ラーメン丼かいーみたいな感じじゃないでしょうかね。はい、そしていつもよりね、お好みで一味唐辛子ガツンガツンパラリーのですね、年のパラリーのどこに行ったんでいいということで、早速いただきましょう。最後に昨日食ったおでんの余り、こんにゃく、ごぼ天、ソーセージ入れさせてもらいましたね。これで栄養満点だぜみたいなね。釜玉だから最初からもう黄身ガツンガツン崩しちゃってね、この下に沈んだこのだし醤油で一挙にズルンズルンズリンバと言ってしまう。うわすげえ、これじゃあズル、わすごいな、はみとくな、いただきます。
上だね。いやこれ一玉じゃ足んねえだろこれみたいな、ね、うん、やっぱこの卵のまったり感とこのだし醤油のほんのりね甘いみりんの味、これがまたね最高だよね。まあ醤油だけでもうまいんだけど、やっぱりだし醤油使うとこれぐーんと釜玉うどんっていうのはねレベル上がっちゃうね。いただきます。うん、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 はい、5点入ります。うん、うん、おいしいね。うん、いや丸亀製麺さんもおいしいけどね。うん、自分ちで本当に簡単に作れちゃうんでね。うん、よろしくお願いします。いや私なんか丸亀製麺さんがいつもあれも欲しいこれも欲しいのトッピングもバツンバツンバツンで増えちゃう。ん、え、もう何3000ぐらいいっちゃうのみたいな、ね、おにぎりも食ってんだろみたいな、ね、感じになっちゃうね。それだったらいきなりステーキでステーキ食えたみたいな、ね、感じじゃないでしょうからね。何しろ欲張りなんでね。うん、いただきます。うん、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 うまいね。うん、この喉越しのつるっとした時にこの卵の濃厚な黄身がトゥルリンとねお口の中に広がって、まあいけるね。うん、うん、ソーセージ入ります。うん、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 こいつね、こいつ結構味濃いからね。うん、これ少しで結構うどん食えちゃうよこれ。うん、いきます。うん、うん、あ、間違いないね。うん、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 いやほんとうまいね。うん、たったうどんとさ、なんか卵だけなのにやっぱこのだし醤油が入ることによっても全然あれだね、極上率 99.9% になっちゃうねこれね。ほんとうまいです。うん、うん、だし醤油の作り方はこの前の動画にね、うん、ありますね。忘れなかったらちょっとねリンク貼っつけておきますが、忘れちゃったらこの前の動画をね、うん、見ていただければもうバッチリ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 リンドンとね、もうね美味しいだし醤油できますんで、ね、その辺の方もね見てくださいね。いただきます。うん、うん、うん、いや2玉ぐらいやりゃよかったのこれ。うん、一瞬だな、一瞬、うん、秒速だな、でも何秒も過ぎてんだろいいみたいな感じですけどね。いきます。うん、うん、うん、こいつうまいね、こいつうまい。なご家族4人だったらちょうどいいね。うん、今はさこれもうこんだけしか入れてないけど、まあこの5、6倍あるからね。うん、やっぱ4、5人のね家でもうどんガッツンとこう茹でてね、うん、もう今回なんかでからもうお父さん多めね、まあ、お子ちゃんちっちゃめねみたいな、え、私普通ねみたいな、こう寄り分けてからもう出汁をばっかまけて、で最後上の方にこのパッコンとか乗っけると、いやー幸せいっぱい、胸いっぱい、うどんってこんなに幸せになれるんだね、いっぱいのかけうどんじゃないよ今日は釜玉だよみたいな。うん、何なんかもしれません。じゃあ、うん、うん、まじうめえな。うん、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 最高だな。うん、はい、ということで本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、うん、釜玉うどんの、ね、作り方、まあお前それ茹でてから卵を乗っけただけじゃん、まあそうかもしれないけどね、俺知らない人は知らないからね、もうこれ見たらもう家でもうバカバカもう朝から晩まで釜玉食えるようになっちゃった、朝から晩までお前三食以外にどんだけ食うんだみたいな感じになっちゃうかもしれないですけどね、まあ知らない人のためにね、本日は釜玉うどんの作り方、これを動画に収めてみました。もうトッピングは好きなもんガツンガツンパラリガとね乗っけちゃってください。まあ、卵の黄身だけはあった方がいいかな、まあ全卵で全然 OK ですけどね。はい、そして皆様に一つ、お願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク1票入れていただければ幸いかもしれません。もうそのグッドマークの数によってもうモチベーションガツンガツンパラダイガともアップ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 おもろ先輩じゃないですかみたいな感じでガンガン上がってくるもう1日50分ぐらい動画上がっちゃうこともあるかもしれませんまあないなかもしれませんね。
え、ということで失礼いたします。良い一日をまたお会いいたしましょう。無駄なしばかない道場でした。じゃあねー。